マヌエル・フェハスジ・カンポス・サーレスは、ブラジルの法律家、政治家。1898年から1902年まで、第4代ブラジル合衆国大統領を務めた。サーレスは1841年に、サンパウロ州のカンピーナス市に生まれ、長じて、法律家となり、また、コーヒー農園主として、財を成した。後、政界に展示。 法務大臣や上院議員を歴任した後、1894年から1897年まで、サンパウロ州知事を務めた。1898年の大統領選挙に、サンパウロ共和党から出馬し、全民のプルデンテでモライス大統領らの支援を得て、当選した。サーレスは大統領に就任すると厳しい、金融改革を実施した。また、サーレスは、 各州の自治権を大幅に認め、州の内政に溶解しない一方で、全国的な案件には各州の協力を得る体制を整え、これにより、ブラジルの政治は、加藤政治体制を取る各州の州知事が力を持ち、特に有力州であるサンパウロ州とミナスジェライス州が派遣を握るカフェコン、霊的を迎え、安定を見せた。1913年、死去。外説ブラジル P118 山田六夫優比較賞は61年2月15日、初版第一冊。ありがとうございます。